大駒か逃げんな、オラ！もしかして今の奴らこれ狙ってたりして、やってるな、タボ。綾部の捜査資料を見てるんだろ。ああ、そっちはカジノの続きはどうだった？100万の価値。え、まだいけそうだったんだけどな、キリのいいとこでやめといた。じゃあ海藤さん、今月給料いらないんじゃ？それとこれとは別だろう。そっちはモグラを見つけられそうか？いや、警察も結局無実の頭を逮捕したぐらいだからな。他にこれはって容疑者もいないってことがこの資料でよく分かった。その程度の情報か。道理で綾部がタダでくれたわけだな。ただモグラの2件目の事件、被害者の国村って男の足取りが事件の直前まで調べられてた。そいつが国村か？ああ、殺される2時間前に天下一通りのこんばんワイフって店を出てる。
人妻ケーヘルス、相手した女の子はカナエちゃんだ。じゃあ死ぬ前にいい思いしてたか。ちょっとだけ救われるな。これからカナエちゃんに話を聞きに行ってくるよ。国村がどんな様子だったか、何かモグラにつながる情報が出てくるかもしれない。いやいや、風俗なら俺の出番だろう。お前に人妻の相手はまだ早いって。何しに行く気だよ。話聞くだけなんだから。本当にお前が行くのか、こんばんワイフ。真冬ちゃんに言うぞ。別にいいよ、好きに言ってくれて。